ボイズ DB。 はい、どうもこんにちは、ボイズ TV です。はい、今回ですね、久しぶりに、鉄道模型で、遊んでみたいと思います。ですね、うちには、まあ、このようにご覧の通り、このように、はい、まあ、結構ちっちゃいですが、ジオラマがね、あるんですね。こんな感じです。もうずっと使ってないので、多分、この線路のね、こういうね、レールとかも結構汚れてると思うんですよね。結構、トンネルの中までは埃とかいかないと思う。橋とかね、橋のとことか、こういうね、ところかに結構埃とか、まあ、汚れとかがね、溜まってそうですので、まず、遊ぶ前に、こちら、まあ、こっち、小さくなんですけど、じゃじゃん、こっちで、これで、レールを、ちょっと掃除していきたいと思います。はい、じゃあ、スタートです。久しぶりだな、ほんと、何ヶ月もやってないので、鉄道模型の方もね、しっかり正常に動くかどうかもわかんないんですけど、まあ、いつもこんな感じで掃除してましたね。あら。はい、まあ、こんな感じです。よし、終わった。はい、地道な作業でしたが、無事に終了しました。では早速、走行のね、しっかり走るかとかね、特にテストしてないんですけど、走らせてみたいなと思います。僕ね、今回走行させたいと思っている車両はですね、こちらですね。じゃじゃん。まあ、ケースで分かりづらいと思うんですけど、E233 系3000番台ですね。見てみると、高崎線、宇都宮線、8両基本セット。E233 系。まあ、こっち東海道線って書いてあるんですけど、気にしないでください。5両付属編成セット。まあ、こちらのね、高崎線、宇都宮線でも、まあ、去年、2015年に開業したんですね。上野東京ライン。上野東京ラインの開通により、こちらの車両も、東海道線で活躍しています。で、こちらの車両も、まあ、東海道線の車両ですが、こちらのね、宇都宮線とか、高崎線で、活躍しております。まあ、上野東京ラインの活用にね、もう共有されてると。で、8両、5両。で、本当はこれ15両ですね、フルだと。だけど、こっちにも、あ、こっちか。5両ヘルセットで、2つ、2両分のスペアがあって、そこに、こちらの方の付属が入ってるんで、きっちり15両揃っております。はい。まあ、ですね。まあ、東海道線、上野東京ライン、宇都宮線、高崎線、まあ、フルだと15両編成ですね。そのフル編成15両揃ってんで、そこをさしてみたいんですが、実は、このフォーム、7両分しかありません。はい。なんですか、まあ、フォーム全然飛び出してしまうと思うんですけど、15両編成で走行させてみたいと思います。では。よし、完璧ですね。はい、それでは早速走らせてみたいと思います。それでは出発進行。よし。おお、走った走った。来ましたね。久しぶりです。何ヶ月ぶりかの走行です。
はい。でね、調べてみた結果、まあ、正常に動けましたね。はい、よかったです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。